次は東京折れ口が左側です。今回は輝きに乗ってグルメ旅に出てみることにしました。2時間半の旅です。旅といえば駅弁ですよね。急いで買ったので なんとなく掴んだ鶏飯を食べておりますが、これでもとても美味しかったです。味もしっかりしておりまして、なかなかの食べ応えでした。鶏肉がですね、こんなに大きかったです。ゆっくり食べながら車窓を見つつ金沢に向けて旅しております。明日金沢到着。向かい側のこちらになんかあるらしいカフェがなんか3つぐらい。ちょっとでも見てみようかな。いちじくのタルト美味しそう。八百屋さんがやっているお店ということで、フルーツがねものすごく大きくて、なんかゴロゴロ乗ってる感じでした。私が行ったこの日は秋だったので、モンブランとかもあって、季節のメニューとかもあるようでした。これもこれも美味しそうで全然決められなかったんですけど、こちら あの黒いちじくのタルトが私を呼んでおりまして、黒いちじくのタルトを食べてみることにしました。フルーツがメインなのでタルトは割と薄めだったんですけど、タルトクッキー生地の上にうっすらスポンジケーキみたいな柔らかいケーキが乗っておりまして、その上にフルーツいっぱいになっておりました。駅本当に目の前ですので、到着早々私は来ちゃったんですけど、帰りのね新幹線待ちの時に入ったりしてもいいんじゃないかなと思っています。結構ねお店混んでました。お値段もそんなに高くないのでおすすめです。今回はこちらのホテルビスタさんにお世話になりました。観光街と反対側なのでとっても静かなのと、すぐ隣にコンビニエンスストアがあるのでとっても便利なホテルでした。選んでよかったです。バスでお寿司食べに行きます。今ね県庁前でバス降りました。なんか意外とちょっとね紅葉してるかも。こちらの店も観光街とは反対側なので結構ね地元の方が多かったです。こちらはガスエビ、それから中トロと、これがのどぐろです。やっぱりね金沢に来たらのどぐろ食べたいですよね。こちらのお寿司屋さんは割とねシャリが小さかったので、たくさん食べれてよかったです。のどぐろもね甘くて美味しかったです。あとこちらガスエビはね大きいガスエビが2本乗ってるので、これだけはシャリが本当に大きくてびっくりしました。でもね金沢に来たらやっぱりガスエビは抑えておきたい一つですよね。それから中トロ溶けました口の中で。これが
が寒ブリ、あ、間違えた、天然ブリ、アワビ、あとはウニとイクラを頼みました。軍艦のね、具がものすごい多くて、一口で食べるの結構大変でした。でもほんと口の中にイクラが広がってとっても大満足でした。天然ぶりね、ほんと美味しかったです。これもウニ、これが大きくて一口でやっとでした。から出そうなぐらいウニ。これはね、磯のりのお椀になります。お椀はね、確かね3種類ぐらいだったかな。あら汁とあさりだったかな、とこちらの海苔のお椀でした。お花が飾ってある。なんか季節によってこのお花が変わるらしいです。素敵よね。すごい、この流木、こっちの流って書くのね、流木。すごい、神占い引いてみた、引いてみたけどなんか折れ曲がってて、なんかちょっと今回どうかな、わかんない。西茶屋街に向かう橋からの夕日がとっても綺麗でした。西茶屋街に到着しました。いい感じじゃない。いい感じじゃないか。ちょっとね、ここでもまた行きたいお店があって、人形ミュージアムだって。なんか気をつけないとさ、こういう作りってさ、なんか外からは見えないけど中から見えるんだよね。中でお茶 している人の顔を覗いちゃう、うっかり。なんじゃこりゃ、すごい、なんか獅子舞の顔がドンと置いてある。お、ぬおとしし。こちらは甘納豆の川村さんです。甘納豆だけじゃなくて、お芋のスイーツとか、あといちご大福みたいなのも置いてあります。あとね、あの蔵の中で食べていけるんですけど、ちょっとね今日遅くなっちゃったんで外にいます。これはあのラムレーズンとあんこの最中です。あと加賀棒茶のあったかいお茶も頼みました。で、ね、季節によってこれなんかいちごが入ってたりとか、あとシャインマスカットなんかが入ってる時期もあります。聞こえましたか、サックサクなんですよ、もなかが。ちょっとね、甘いの
を入れて駅に戻りました。すごい綺麗、マジで芸術だわこれは。すごい作りだな。なんかこの木の感じからこのなんか近代的な感じになっていく感じがすごいいいね。駅前でご飯を食べようと思っていたんですけど、ものすごく混んでいたのでホテルの近くで居酒屋を探してみました。なんかねこんな感じで日本酒の飲み比べができるお店を探していて、ちょうどねホテルのすぐ近くにあったのでお邪魔してみました。普段ね全然日本酒なんて飲まないんですけど、なんかいろいろこの日はせっかく金沢だからと思って比べてみたかったんですね。ここはね金沢港直送って書いてあったかな、お刺身。とってもなんかいろんな種類ちょっとずつ切ってくださって美味しかったです。あとここものすごい面白い店で大将とおかみさんがマジックショーやってくれるんですカウンターに座ったのもあって、両サイドの、ね、お客様とも仲良くなれて、一人旅だったんですけどかなりね楽しめました。この日はお酒も会話も進みつつほろ酔いでホテルに戻りました。ルームツアーをしてみたいと思います。こちらのビスタ金沢はですね、大浴場がついておりまして、そこに行くためのなんか着替えとかタオルとかを入れていくカゴが用意してくださっております。はい、それからスリッパはコットンで結構ふわふわスタイルのやつでした。そして右側がお手洗いがありました。なんかできたばっかりのホテルなのかわかんないですけど、すごいなんか綺麗でした。清潔で完璧です。それから大浴場もあるんですけど、こういうねファミリータイプの大きいバスルームもついているので、まあ気分でねどっちか入れるからちょっと便利かなと思いました。それと独立洗面台とドライヤー、下にゴミ箱がありまして、あとね、加賀棒茶を2つ置いといてくださって、後ほどいただきました。美味しかったです。それから冷蔵庫と、あとは金庫とケトルがありました。あとこれがなんか、消臭スプレーと、空気清浄機、加湿できるタイプのがありました。ありがたい。ベッドはこんな感じでセミダブルぐらいですかね。なんかねすごい壁紙とかの質も良くて雰囲気も良くって綺麗だし、駅からも近いし、すごく私はここは気に入ってしまって、次来る時もベッサに泊まりたいなと思いました。今日はねなんかやっぱり疲れちゃったんでお部屋のお風呂に入ろうと思って、今お風呂を張っています。金沢は結構ね循環バスが走ってるので観光にはすごく便利だと思いました。私は自転車を借りてずっと走ってたのでちょっとバスは使わなかったですけど、便利かなと思います。あれどこだろう。こちらは近江町市場です。なんか店頭で牡蠣が食べれるとこがあったはずなんだよな完全に牡蠣を狙いに行ってるよね。
一番寿司ってここなんだね。あ、そこかな、もしかしたら入り口すぐだった気がするな。あたた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 、すごい。店頭でね、牡蠣を剥いて食べさせてくれるお店を見つけていたので、そちらに行ってみました。だいたいね、600円から1000円ぐらいの幅で、大きさがね、いくつかあって、自分がなんか食べたい大きさのやつを選んで剥いてもらうっていう感じです。で、なんか牡蠣を食べると1本甘エビが100円で食べれるってことだったんで、1本だけね、お味見させていただきました。金ですよ。これでも800円ぐらいだったかな。結構ね、中間ぐらいを選びました。ください。はい、どうぞ。すいません。なんかちょっともうお腹いっぱいになってきちゃった。あれだな。あとこれでもう金沢城とか。兼六園の方に行ってお昼ご飯美味しいとこ入ろうかなと思います。あ、なんかこの抜けすごい素敵じゃない。向こうの雲見えますか。これ難しいよね、実物と映像全然違うもんね。はあ、来た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 。なんか白ってでさ、ほんとかっこいいよね。ふわー、金沢城の方は早々に引き上げて兼六園の方に向かってみました。前田利家さん、こちらにもいらっしゃいました。加賀百万石だっけ。百万石って結構すごいですよね、本当にね。いや、ここのね、兼六園はね、結構ね、松のヒーリング効果ものすごく良かったですね。もう至る所に松だらけっていう感じ。あとこちらね、なんか兼六園の中でも兼六亭っていうね、あのところでお蕎麦が食べれたり、あとなんか能登牛とかのなんか定食みたいなのもあったと思います。こちらの噴水は
なんか日本最古の噴水とか言われていて、この、ね、高低差を使ってあの水が噴き上がるようになっているようで、電気とかを一切使ってないそうです。なんか知らずにいたらなんかこう通り過ぎちゃうような噴水なんですけど、なんかそういうのをね聞くと、いやすごいなっていうね、よくそんなことを、ね、思いついたなと思って。昔の人って本当天才だなと思うこと時々あるんですよね。はい、こちらがねしぐれ亭っていうお茶を飲めるところでした。お抹茶と煎茶がありました。大和たけるの御事像。やだ、大和たける、ここにもいた。あ、でもなんかこの大和たけるめっちゃ笑ってない？琴次郎灯籠、あ、じゃあ琴次灯籠と虹橋っていうところはね、兼六園のメインスポットなんだけど、もう人が並びすぎててこれ無理ですわ。でも綺麗だったって本当に。兼六園が思いのほか広くてですね、なかなか時間がかかりまして、腹ペコになってこちら赤玉本店さんにやってきました。金沢に来たらね、やっぱり金沢おでんを食べたいですよね。結構ね、なんかこの日行列してました。もしかしたらなんかね、金沢マラソンっていうのやってたからかもしれないです。こちらはですね、赤巻っていう具材でした。結構かまぼこに近いけど、かまぼこよりこう歯ごたえがあるような感じの具材でした。それからこれ厚焼き卵なんですけど、厚焼き卵をおでんに入れるってなかなか関東にはない文化かなと思いました。でもね、とっても美味しかったです。今日注文したのはなんかおでんのおまかせセットみたいなランチのセットがあったんで、それをお願いしてみました。あとね、なんか茶飯とご飯のセット。茶飯はね、おでん のお出汁で炊いたご飯になります。これが湯葉。この湯葉ね、結構厚みがあって、しっかりしてて、おでんで煮込まれてても全然歯ごたえがっちりでした。美味しかったです。それからこちらがですね、もしかしたらこの日本海側が食べられてるのかなと思うんですけど、越前越中越後とかあの辺で食べられてる車麩っていうやつですね。私父が郷里が越後なんですけど、なんかこの辺でも食べられてるの知らなかったです。あ、これがねホタテ、あとこれが卵、あとは大きめのお大根が入ってました。しみしみでした。たくさん食べてお腹いっぱいになったので、ここがですね、和江町っていう茶屋街を今歩いています。ね、橋を渡ると東茶屋街に出るんですけど、はい、こちら東茶屋街に渡ってみました。東茶屋街は結構ね、いろんな道にお店が点在してるんで、細い道をね入っていくと面白いと思います。ただね、割と早い時間にお店が閉まっちゃうんですね。夕方5時ぐらいにはお店がどんどん閉まっちゃうので、早めに行った方がいいかなって思います。ちょっとアラビアのうちにコーヒーかな。ほうじ茶ラテも美味しそうだけど、甘いのはちょっと私ダメだな。
ここお風呂パフェがあるとこじゃない、加賀紅茶パフェ、加賀紅茶パフェ、すごいハロウィン、ずっとね、住所のところに、ね、東東東って書いてあるから、東さんここにいると思った間違えた、藤原神社、あ、このところに神社がある、何の神社だろう、ちょっと行ってみようかな、覗くだけ覗いてみる、良縁の松、ちょっとだけ、ちょっとチラリとチラリとね、菅原道真公、白蛇だって、ちょっとご挨拶だけしてみる、お邪魔します、お参りしてみます、お参りしてみました、ここなんかお醤油味噌の販売店だ、直売所、大和味噌、大和醤油味噌、行ってみようかな、あの麹のハンドクリーム良さそうだった、美味しそう、練り切り生菓子セット食べようかな、加賀紅茶と練り切りのセットを頼んでみました。他にもね、あのお抹茶となんか白玉みたいなセットがあったと思います。確か。これ練り切りです。美しくてね、なんかもったいないですけどね、練り切りって食べるのが。でもね、なんかとっても癒されました。このお店結構良かったです。おすすめです。いい時間になってきた、金沢駅の方に戻ってみたいと思います、夕食時になるとまたお店が激混みしちゃうので、早めのね夕食を取るために駅ビルの中の能登牛のお店に来ました。これはですね、ヒレとサーロインのセットです。この端についてる薬味はわさびとあと柚子胡椒でした。これヒレです。私はね、柚子胡椒よりやっぱりわさび、あと塩で食べるのが美味しかったですね。これがサーロインです。この店はあのね、割とカジュアルな感じのお店なので、やっぱり一人旅とかでも全然あの入りやすいお店でした。ただね、ものすごく行列しているので、あ、美味しいんですけど、あの並ぶ覚悟で行った方がいいと思います。部活帰りぐらいのご飯の量が出てきます。金のゴルフボールだって、なんかね、ここでね、日本酒ね、買えるんですよ、こうやってコップで、コップ酒、ほらコップ酒できるの、300円、100円、300円、あ、なんかいろんな柄がある、このコースターめっちゃ可愛くない？先ほどのお肉を食べた食堂のあるあたりからちょっと出ると、もうものすごい広いお土産売り場に出ます。金の時か、振りはないのか、くず湯いいな、くず湯、しかもなんかラッキーナンバーじゃない、これ風船のセブン、この日も充実した一日を過ごして
お隣のコンビニで水を買って帰ろうと思います。隣にコンビニがあると本当に便利ですよね。本日最終日、行ってきます。こちらは麺屋タイガさんです。朝からねこの行列です。オープン5分前ぐらいかな。これは食前の野菜ジュースを出してくれます。なんかね血糖値が爆上がりしないようにって確か書いてあった気がします。今回はこちらです。これを食べに来ました。カニとイクラのご飯とカニ味噌ラーメンのセットになります。もしかしたら季節によってなんか内容が変わるのかしら、ちょっと分かんないんですけど、皆さんホームページをよろしければ確認していただきたいと思います。もうね結構太めの麺で、でもねスープがそんなになんかなんていうのかな、あのカニカニしてなくてちょうどいいぐらいのカニ味噌でした。美味しかったです。なんか行列するだけあるなという感じですかね。久しぶりにラーメン食べたんです。実はこの時じゃらーん、この卵もね絶対あのいいやつじゃんっていうね感じですよね。見るからに美味しかったです。これご飯なんかねご飯の量今これ少なめにしてもらってるんですけど、もう普通盛りだともうちょっと大きいかもしれないです。なんかこの十味っていうのをね絶対に入れた方がいいと思います。これがのと豚のチャーシューです。なんかね割とチャーシュー自体は薄めなんですけど、のと豚のお肉はねすごくしっかりしてるのが食べ応えありました。結構あとねカニ味噌なんで、あのカニがねカニの身が入ってたりします。あの十味っていうなんか七味があって、あ七味じゃないわ、だから十味だって言ってんじゃんね。あれが美味しかったな、入れた方がいいかも。あそこおすすめでした。なんか確かに行列するだけあるなっていう感じ。小山神社にやってきました。これのことか、絶対見てきてって言ってたの。ステンドグラスがとっても綺麗って言ってたの。あー裏側か、なるほど、確かに綺麆だけどちょっと逆光で見えないな。これちょっと皆さんにはちょっと逆光で見せてあげられないのが、多分これ映ってないと思うな。このステンドグラスは来ないと綺麗に見えないわ。おすすめでした。小山神社おすすめです。前田さんなんかね背中のね背負ってんのはね矢を避けるためのものらしいんだけど、中身が何だったかちょっとね分かんないらしいですねと言ってました、さっきあの観光案内の方が。あカエルちゃん、かわいいね。はい、では移動します。すごいね、なんか何とも言えない感じの街並みですね。私163センチぐらいだけど見てもうこんな屋根、ここ低い、背が低いんだ。すごい見て、屋根から松生えてるし、すごい、この松立派だね。あ、なんかここ良さそうやん。
かなでカフェ。なんかね、ドクドーナッチュ。チューしてる。あとカフェモカにしました。静かで心地のいいカフェでした。東急ステイ金沢の1階のカフェでした。あと駅に戻ったら高潮がいたんですよ。なんか久しぶりに見ました。めっちゃかっこいいですよね。これなんかなんで飛ばしてるのかと思ったら鳩を追い払ってるんですって。なるほど、全然知らなかった。最後の晩餐、こちらに行ってみようと思います。じゃーん、ひらりさん。これ、ね、駅のロータリーのとこなんですよ。金沢に来たというのにうっかり白エビの天ぷらを食べるのを忘れておりました。なのでここで白エビの天ぷらと、あとこちらがお刺身の3点盛り、あとどういうわけだかすごい気に入ってしまったカガトビの厚感を1号いただきました。これもうね、カメラがちょっとすみません、調子悪くてピント合わずっていう感じです。ここもね、観光地と反対側のロータリーなので、すごくね、静かで、あとなんかその行列みたいなのにならないから比較的入りやすくてとっても良かったです。個人的にはネタとかもね新鮮だったし、お気に入りのお寿司屋さんになりました。白エビの天ぷらがねサックサクで、あ、ちょっと映んない。こちらはトロタクになります。カッパキって言ってね、骨と骨の間の身を削いだやつを巻いている感じですかね。とっても美味しかったです。このトロタクも締めにぴったりでした。金沢は美味しいものもたくさんあるし、見るところもたくさんあって、1回じゃちょっとまだまだ足りないなと思いました。また来たいと思います。では最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。